口から富田、富田から関口、後ろに戻して角田から富田、ボランチの2人が右サイドに流れての攻めの組み立てですが、角田が倒された、佐藤のファール。ちょっと山形は今仙台の右サイドのパス回しでじれた感はありましたね。これは仙台のフリーキックです。右エンド、メインスタンドがタッチライン近い位置、仙台にとっては右サイドからのフリーキックになります。両チームの側というところ注意のポイントを挙げてましたね。そうですね、山形対仙台は0-0、仙台右サイド、まだゴールまでは遠い位置ですが、右サイドからのフリーキック、キッカーは10番レアン・ヨンギ、仙台サポーターの声援が上がります。コーナーキック注意したいという話でしたが、ゴール前に高い選手は揃っています。仙台、山形のオフサイドラインを惑わせるように菅井が動いていますが、リアンの右サイドからのフリーキック、ゴール前ヘディングはポスト、さらばる菅井かけないやーす、うぎゃー、菅井のキー、菅井直樹、菅井がやりました。0対1先制仙台、後半の7分、今最初のシュートはおそらくはどうでしょう、センターバックのショビョンか角田あたりだと思ったんですが、リアンの右サイドからのフリーキック、ゴール前に入ったボール、高さで競り勝った選手のヘディングが、まあ、素晴らしいミートだったんですが、バーを直撃してそのまま正面戻ってくる、しかしそこにペナルティースポットあたり、ここへの反応の早かった菅井直樹、ペナルティースポットあたりに戻ってきたボール、菅井直樹がそこにいました。菅井直樹落ち際のボール、今度はしっかりと抑えの効いたシュートをゴールマウスに豪快に突き刺した。0対1、アウェーの仙台が1点を先制。そして